いですね。ちょっと待って、急にちょっと怒られた、そこは、ね、はい、今日なんですけども、急に始まります、こうやってね。すいません、あの、エコカラットをあのちょっと貼っていくんですけども、エコカラットって何やねんって話なんですけども、ちょっと照明さんに聞いてみます。エコカラットってどういう効果ってあるんですか？調湿効果とか、うん、これも除湿にもなります。消臭にもなります。消臭、はいはい、消臭と除湿になると、はいはい。で、元々のこの素材ってあれですよね、珪藻土かな。あ、そうですね、ここ練り込んでる、なんで結構こうその調湿効果、要は湿気を吸って、あの綺麗な空気を出したりとか、匂いを吸って綺麗な空気を出したりとかするようなものってことですよね。で、まあこういうちょっとものなんですけど、こういうものをこう貼っていくんですよね。これ何で貼るんですか、壁には？これはエコカラット用の、うん、あの専用のボンドで貼ります。あ、ボンドあるね。はい、これですね。なるほど。スーパーエコニーみたいな。この貼る面積に対して、この部屋の効果とかって調べたら、床面積に対して、だいたい6畳やったら 4平米から5平米貼ってねってことなんですよね。そうすると効果があると言われてます。ただ、正直6畳の部屋に 4平米、5平米って貼れないんですよね。なかなか。だから、まあ、そのもうちょっと少なくなるかもしれへんけど、じゃあ効果がすごい減るかったらそうでもなくて、多少効果が少なくなるけど、もちろん払えるよ、丸っていうこと、いう感じで、ちょっと今日はここの面とトイレに貼っていく形になるんですけども、はい。で、あとちなみに貼る時のポイントなんですけども、クロスをこうやってめくってますよね。うん、これクロスの上に貼ってしまうと、クロスがめくれると重いからね。だから必ずクロスはね、これ切らなあかんですね、貼る面積ね。はい。で、もっと言ったら下地が、もし木の下地が、この後ろに骨があるんやけど、木の下地が悪かったらビスでこうやって打って、さらにこの壁をしっかり刺しとかないと、こう重みが倒れていくので、やはりそこもやらなあかんけど、今回に関してはまあ大丈夫やろうというふうに、ちょっと平さん の社長さんとも話して、もうこのままタイル、あのクロスだけめくって貼っていこうかっていう話にちょっとなってますので、今同じちょっとお客さんのところなんですけども、あのトイレの方も、まあ、トイレで特に匂い気になったりとかすると思うんですけど、ここあのここにここの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 ラインだけに1本ボンってアクセントで貼るかって話になってます。はい。で、ちなみに貼るタイルはこれですね。これを貼っていきますね。こんな感じを貼っていきます。なんでこれもまあちょっと貼り終わりのまたアフターもまた見てもらえるようにしますんで、どうぞよろしくお願いします。ちょっとかっていうのもあったんだな。これさっき言ってたあのボンドですか？あ、そうですね。エコカラット用のボンドです。エコカラット、はい。まあ、こないしてボンド貼って、あとはエコカラット貼っていくみたいな感じですね。はい。これでボンドはこれはちょっと置いとくんですか、それとももういきなり貼っていくんですか？もうあります。あ、もう貼っていく。乾いてちょっとマーク貼ったら、うん、あのつきませんので。なるほど、はい、分かりました。